です、今日の日めくりセルフケアをお伝えしたいと思います。今日の日めくりセルフケアはシェー体操を行いたいと思います。シェー体操は、腰痛だったりとか、あと、X 脚や O 脚とか、あと、まあ姿勢とかですかね、あとウエストダウンだったりとか、いろんな効果が見込まれますので、興味のある方はぜひお試しください。やり方を説明させていただきます。まず最初に横向きに寝転がりますね。で、横向きに寝転がっていただいて、上の方の足を前に曲げます。で、大体こういうふうに曲げていただいて、手のひらをこういうふうに合わせてください。で、合わせた方の上の手を耳の高さまでスーッと上げていただいて、反対を脇のところに触れます。で、その今度足ですね、足で自転車をペダルを漕ぐように、下に漕ぐように、押すように、1、2、3、4、5、6、7、8、2、3、4、5、6、7、8という具合に。で、この手が硬くてこうなったりとか届かなかったりする人は無理をしなくて全然大丈夫ですので、こういうとことか顔の前でも大丈夫です。ただ耳がつかない人はこのシェー体操ですね、足を 8×4 セットぐらいしてもらうといいと思います。で、耳までちゃんとつくよってことは8回ぐらいでも全然大丈夫です。で、続いて今度は、クロスラインっていうのをしていきます。で、続いては今度は顎を上げていただいて、自分の顔の前で手のひらを向けるようにすると、肘が自然にこうやって90度曲がりますので、そのまま後ろに持っていきます。で、脇の方の手を腰につくように、で、顎をグッと上げていただいて、目線で上を見るようにしてもらって、この小指ですね、小指をこうやって見下すぐらいの感じまでグッと上げてもらって、目線を上に上げて、目の端でこれが見える。で、その状態で1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、2、3、4、5、6、7、8、2、3、4、5、6、7、8という具合にしてみてください。で、シェー体操は大腰筋ですね、ターゲットの大腰筋を、リリースする方向に動かすことになるんですけども、足をこうやって縮める方に動かすと、大腰筋は収縮してしまいますので、どちらかというと蹴り出す方を意識してもらって、シェー体操をこういうふうに蹴るっていうふうに意識してもらうと、大腰筋が緩みやすいので、その辺を意識しながらぜひしてみてください。このように毎日セルフケアをお伝えしておりますので、興味のある方はチャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、以上です。ありがとうございました。